柳原白蓮10月15日から1967年2月22日は、大正から昭和時代にかけての歌人。本名は、宮崎明子、旧姓、柳原、北高寺、伊藤、大正三美人の一人、白蓮事件で知られる。父は、柳原咲光伯爵、母は、咲光のけの一人で、柳橋の芸儀となっていた。 没落氏族の娘を屈領、大正天皇の聖母である、柳原愛子の命で、大正天皇の十枚にあたる。年齢表記は、万年齢で記す。東京に生まれた、父、崎光が華やかな六名館で、誕生の知らせを聞いたことから、秋子と名付けられる。秋子は、生後七日目に、柳原家に引き取られ、崎光の精妻、ウィンゴの次女として入籍される。 先光の本邸には、側室の梅がおり、このない梅は、秋子の引き取りを願っていたが、精細の植ゴがそれを阻止すべく秋子を自分の手元に引き取ったという。聖母、両は1888年、秋子3歳の時に病死している。植ゴを母と定められて間もなく、当時の家族の監修として、品川の種物どんやを営む家に里房に出され、乳母の増山国と、 佐藤や家族の愛情のもと、下町の自然豊かな環境で育てられる。学齢となった6歳の時に、柳原家に戻り、上後に家族の娘としてしつけられる。1892年、麻布南山小学校に入学する。1894年、9歳で登園にあたる死者、北高寺随行の幼女となり、小学校も転校となる。北高寺家は、夫婦の愛の子が、 いずれも創生したため、父、崎光の弟が養子となっていたが、随行が、女中に男子を産ませたことから、養子関係が解消となり、その代わりに、秋子を助武の妻にする条件での、養子縁組であった。同年に、父、崎光が死去し、異母兄の義光が、柳原家の家督を継ぐ。北光寺家、時代、16歳の秋子北光寺家で養父の随行により、 若の手ほどきを受ける。1898年、13歳で、家族女学校に入学する。北高寺家は、経済的に苦しいことから、養父母は女学校入学をしぶったが、秋子の強い願いにより、車ではなく徒歩通学を条件として実現した。同居する助竹は7歳年上で知的障害があったと言われ、思春期の森で、秋子が他の男と同席するだけで嫉妬して、 暴力を振るうこともあった。結婚相手であることなど知らなかったアキコはスケタケに恐怖して嫌い抜き、結婚を急がせる養父母に泣いて抗議するが、ある日スケタケに、お前なんか,めかけの子だと罵倒され自分の出生を知らされる。ウイ実母と思い込んでいたアキコにとっては、帰る場所を失った出来事だった。家族例とそれをもとに定められた柳原家藩という法の管理下にあるアキコに、 選択の余地はなく、結婚を承諾させられ、間もなく妊娠した秋子は女学校を退学した。1900年、北高寺邸で質素な結婚式が挙げられ、翌1901年、15歳で男子を出産した。高校誕生の半年後、養母、久子の提案で、北高寺県の京都へ一家で引っ越すこととなる。全く友人のいない京都での生活は、この養育は久子に取り上げられ、 幼い同級生と子供のように遊びながら家で女中に手をつける夫とは夫婦の愛情もなく、秋子は孤独を深めるばかりであった。結婚から5年後、秋子の訴えにより事情を知った柳原家と話し合いが持たれ、1905年、子供は残す条件で離婚が成立し、20歳で実家に戻った。東京に戻った秋子は出戻りとして、 柳原家本邸へ入れてもらえず、母、うい子の隠居所で監督下に置かれ、門の外に一歩も出ることのない遊兵同然の生活となる。挨拶以外にほとんど誰とも口を聞かない生活の中、姉、信子の計らいで、古典や小説を差し入れてもらい、ひたすら読書に明け暮れる日々が4年間続いた。その間、再び秋子の意向と関わりなく演壇が進められ、結納の日取りまで決められるが、 秋子は家を飛び出し、品川の馬の家に走った。しかし、馬の増山区には、秋子の遊兵中に死去していた。家出した秋子を信子がかばい、兄、吉光夫妻のもとに預けられる。1908年、兄嫁、花子の家庭教師が、卒業生であった縁から、東洋英和女学校に23歳で編入学し、寄宿舎生活を送ることとなる。この頃、信子の紹介で、 佐々木信綱主催である短歌のなぎ会に入門する。最初の結婚で家族女学校の中退を余儀なくされた秋子には、再び学ぶことができる幸せな学園生活であった。女学校ではずっと年下の生徒たちとも打ち解け、中でも後に翻訳者となる村岡花子とは親交を深め、腹心の友となり、信綱を花子に紹介している。また、事前事業に関心を持つなど見聞を広めた。 1910年3月、東洋英和女学校を卒業した。1911年3月、伊藤伝右衛門と柳原明子、結婚写真1910年11月、上野西洋圏で明子と九州の炭鉱王、伊藤伝右衛門との見合いが行われた。仲介者は、徳能通洋と三菱工業文字支店長で、柳原家とも関わりがある高田正久、明子は当日、 それを見合いだとは知らされていなかった。伝え門は50歳、炭鉱労働者からの叩き上げであり、学問はなく、妻を亡くした直後であった。話は、当事者を抜きに、仲介の人々によって、早々にまとめられた。親子ほどの年齢差、身分、教養ともあまりに、不釣り合いであり、日の出の勢いの事業家で不豪とはいえ、労働者上がりで地方の一階の炭鉱主が、皇室の半米たる、 伯爵家から妻をめとるのは前代未聞のことで家族の霊場が売り物に出たと話題になった。異例の結婚に新聞では柳原家への多額の結納金や媒介者への借欺、苦内省への運動資金など莫大な金が動いたことが書き立てられた。背景には貴族院議員である兄、義光の選挙資金目的と一代で成り上がり、 第二子や将君など様々な肩書きを得た伝言者が5歳に名門家族の家柄を求めたことがあったとみられている。25歳で、肩身の狭いで戻りの美の秋子は年齢差の大きい夫は妻を大切にしてくれる。伊藤が女学校を経営しており、その財力で女子教育や社会奉仕ができるという兄嫁の説得を受け入れた。最初の不幸な結婚から離れて、 今度こそ平和な家庭を得て、本当の愛を受けたい、という思いもあった。翌1911年2月22日、日比谷大宮宮で、結婚式が行われ、帝国ホテルでは盛大な披露宴が行われた。東京日日新聞では、結婚式までの3日間にわたり、二人の細かい、経歴などを書いた、秋こと、デンネムというタイトルの記事が連載され、黄金結婚と、 大いに祝福された。結婚式を前にした、新聞取材に対し、デエモンは、柳原家や仲介者に、多額の金銭を送ったという記事の内容について、否定し、秋子の兄、吉光は不釣り合いな結婚について、出戻りですからなと答えている。飯塚市幸福袋の旧、伊藤伝言門邸二階が秋子の居室、裏手の土蔵は、秋子の調度品を入れる蔵で、身分を反映して、 床が一段高く作られている。福岡県加保郡大谷村大技幸い袋の伊藤帝和勢を尽くした大改築が行われ、秋子を迎えた。そこで秋子は伊藤家の複雑な家族構成を知らされる。前妻との間に子供がいないと聞かされていた田園門には、妾との間に小学6年生の実娘、静子がいた。養子師として妹の子供で大学生の近似。 その弟で、小学1年生の八郎がおり、父の伝禄が妾に産ませた、いぼ妹にあたる、女学生の初枝や母方の重邸などもそこで、暮らしていた。伝右衛門は若い頃の宝刀が過ぎて、子供ができない体であり、秋子は実子を持つことができない不安定な立場で、大勢の使用人、女中、下男も暮らす複雑な大家族の女主人となる。秋子はまず家風の改革に取り組み、 言葉遣いや、家族間、使用人との間の呼び方を改め、朝食を、パン食に切り替えた。自分なりの母の務めとして、静子と初枝には最先端の教育を受けさせるべく、自分の母校である東洋英和女学校へ編入学させ、向こう、自分の縁続きから世話をした。八郎も後に秋子の縁者である冷静家から妻を迎えている。それまで派手な女変歴があった。 伝え物だったが、秋子との結婚にあたり、長年にわたる、目かけの常と別れるなど身辺整理はしていた。しかし女中頭の先は家中を切り回すために、必要として家に置いており、目かけの立場で家を取り仕切る先と秋子は激しく、対立する。この女中頭の問題はこじれにこじれ、東京で秋子を一旦実家へ預ける話し合いが、持たれるまで発展する。結局、 先を幸袋の家から出すことで決着となるが、すでに向こうを迎えている柳原家に、秋子が戻る場所はなく、伊藤の家を追い出されれば、生活の術もない己の立場の弱さを思い知る出来事であった。また、遊郭に入り浸ることの多かった伝言門に病気を移されたことも、気ぐらいの高い秋子に大きな屈辱となり、夫婦の間の亀裂は深まるばかりであった。 伊藤家で孤立を深める秋子は、京都にいる伝衛門の古くからの妾である野口里に、信頼を寄せ、その妹のおゆうを駒遣いとして、福岡みゆき袋に呼び寄せた。一年ほど経ってから、おゆうに伝衛門の妾になることを懇願する。己の立場を守るために、自ら夫に妾をあてがい、同じ新庄で三人で枕を並べて寝たこともあったと、言う。おゆうが病で、京都に戻った後は、 明子の願いにより、再び里が伝門の目掛けを務めた。白蓮そんな歪んだ結婚生活の王のを、孤独を、明子はひたすら短歌に託し、なぎ会の帰還し、心の花に発表し続けた。詩である、佐々木信綱は、詩生活を赤裸々に歌い上げる内容に驚き、本名ではなく画号の使用を勧め、進行していた日蓮にちなんで、白蓮と名乗ることとなる。 1911年、心の花6月号で、白蓮の号を、初めて使用する。福岡天神町の別邸を中心に、九州帝国大教授の医学博士で歌人の久保、井の吉、その妻で俳人の久保より、コーラと交流し、福岡社交界の花として活動した。1915年3月、心の花の総書として、諸女作の歌集、踏み絵を、自費出版する。 花壇で賛否を呼びながら話題となり、新聞にも好意的に取り上げられる。人気画家の竹久夢二が挿絵を手掛けた豪華な想定の本の出版の背景には、信綱から夢にへの依頼があったといい、また、伝右衛門の多額な出資があった。この年に大分県別府に広大街東家別荘が落成し、多くの文化人が訪れる秋子の文化サロンとなる。 秋子は夫を恐れ糸い常に気を使う、生活の一方、久保教授や陸軍中尉、藤田美助、福岡日日新聞記者の伊藤森一など、様々な相手と歌や手紙の上で仮想的な恋愛の駆け引きをして鬱屈する心の救いを求めていた。1917年暮れ、福岡公務所長の第3に、炭鉱主から贈収賄が行われた疑いで、 大規模な検察の調査が入った蓄法疑国事件が起こる。翌1918年4月初頭、野田夫人の友人である秋子は、贈賄側の証人として出廷した。河の場に現れたことで話題となり、大阪朝日新聞は4月11日から、畜死の女王、秋子というタイトルで10回にわたる連載記事を載せ、大きな反響を呼ぶ、7年前の不釣り合いな結婚に遡り、 豪勢な生活を送りながら不幸な結婚生活に嘆くという私生活を詳細に書き立てる記事には、白蓮の歌が引用されており、この連載記事がきっかけで白蓮が秋子であること、畜死の女王という呼び方が全国的に知られるようになる。また、花壇内では話題になったものの、世間的には知られていなかった歌集の、踏み絵も一般に売れるようになった。九百十九年三月、 死臭、貴重の影、歌臭、幻の花を観光する。別府の別荘を訪れた菊池博士が1920年に出版した、新樹夫人は秋子がモデルと言われ、ベストセラーになっている。1919年12月、擬曲、指かつら下道を雑誌、解放に発表する。これが評判となって本にすることになり、打ち合わせのために1920年1月31日、 解放の主筆で編集を行っていた宮崎隆介が別府の別荘を訪れる。隆介は7歳年下の27歳、孫文を支援した宮崎当店の長男で東京帝国大学放課の3年に在籍しながら新人会を結成して労働運動に打ち込んでいた。新人会の後ろ盾となったのが吉野作造ら学者による黎明会であり、解放はその機関士であった。 両親共に筋金入りの社会運動家の血を引き、時代の先端を走る社会変革の夢を語る龍介は、秋子がそれまで出会ったことのない新鮮な思想の持ち主であった。秋子は初対面の龍介に自分の生活はこうして物を書くだけで、他には何の楽しみもないという境遇を語っている。別府に二番宿泊し、打ち合わせを終えて、 日本本線に乗る竜介を、秋子は小倉まで見送った。その後、事務的な手紙の中に、日常の報告と恋文が混じる文通が始まる。3月に、指かつら下道を観光、国枝漢字の演出で6月に、東京市村座で上演されることになり、秋子は原作者として、芝居の本読み会や、舞台稽古の見学のため、何度か義惑の初映画を伴って上京。 その間に龍介と二人の王政を持つようになる。龍介は、秋子が気取ったところがなく、誰に対しても、率直に意見を述べ、自分の中に一つの、しっかりしたものを持つ、当時の女性としては、珍しい個性に引きつけられたという。秋子の状況の機会は伝門に同行する春秋二回で、京都などで限られる王政の中、二人は頻繁な手紙の、やり取りで仲を深め、秋子は、 解放の編集部に、電報で激しい恋の歌を送ることもあった。やがて龍介の周囲でアキコとの関係の噂が広まり、家族出身のブルジョワ夫人との恋愛遊戯など、思想の敵として、1921年1月に、龍介は解放の編集から解任され、4月には新人会を除名された。このことは、アキコの心を一層龍介に傾かせた。同年6月、 アキコは雑誌の対談で同じ、なぎ会の同人である、九条武子と初めて対面し、互いに似た境遇で、すぐに、親通じ合う仲となる。武子にも秘められた恋人がおり、別府に招き二人で様々に語り合った。そのうち、アキコから龍介に、今の境遇に耐えられない、何度自殺しようと思ったか知れない。今の状態から、一刻も早く、私を救い出してほしい。 といった趣旨の手紙が届くようになる。1921年8月、京都での大瀬で秋子は龍介の子を見ごもった。貫通罪のあった男尊女卑のこの時代に道ならぬ恋は命がけであった。秋子は伊藤家を出る覚悟を決めて、秋の状況の際に家出を結行する準備のために、伝右衛門のお気に入りで、博多流会で名高い芸妓であった過去を、 大金の4000円で見受けして、9月29日に廃業届が出された。お湯と同じように、駒遣いとして呼び寄せて、自分の身代わりの人身獄として、終始を伝言の目掛けにしたのである。龍介は、新人会時代の仲間である、朝日新聞記者の早川次郎や赤松勝丸らに、相談して、秋子出本の計画を練り、結婚した、世に言う、白蓮事件である。 アキコ36歳、リュースケ29歳であった。詳細は、白蓮事件を参照1930年、アキコ、フキ、トウ、リュ余スケ、曲折を経て、1923年9月の関東大震災をきっかけに、駆け落ち騒動の最中に生まれた、長男、香里と共に、宮崎家の人となったアキコは、 それまで経験したことのない経済的困窮に直面する。弁護士となっていた竜介は、結核が再発して病床に付し、宮崎家には父当店が残した莫大な借金があった。裁縫は得意であったが、炊事選択はできない秋子に代わり、姑の土子が家事と育児を引き受けた。秋子は小説を執筆し、歌集も出版、色紙や講演の依頼も引き受け、 龍介が動けなかった3年間は、秋子の筆一本で家計を支えた。1925年9月、長女の不き等が誕生する。この頃、吉原遊郭から脱出したおいらんの森光子が、宮崎家に駆け込んで助けを求めている。当初は戸惑った秋子と龍介だが、労働総同盟の協力を得て、講師の自由廃業を手助けした。その後も、娼婦の救済活動は続けられ、 1928年にも吉原から小持ちの将棋が宮崎家に駆け込んでいる。区外にあった女性たちに白蓮は憧れの存在であった。この活動は暴力団に狙われる危険なものであったが、秋子にはかつて伊藤家でおゆうや過去ら同性を犠牲にした罪の意識があり、勝負の救済はその罪滅ぼしもあったとみられる。 証拠を終えた竜介は1928年11月の第1回普通選挙に立候補するが演説会場で混沌し確決して絶対安静のみとなる。秋子は竜介に代わって選挙運動の演壇に立ち色紙を売るなど選挙資金を作って夫を支えた。宮崎家を頼る労働運動関係者や中国人、留学生、吉原から脱出した将棋らを触覚として世話をした。 生活が苦しい京都出身の家族の指定を学習院に通わせるために家に住まわせ、その中には北高寺家に残してきたウイゴ、高校もいた。出本事件以降、心の花への投稿を断っていたが、1934年に自らの歌の場として歌詞、こと、玉を観光した。晩年、色紙に向かう、白蓮1957年に、一菊式の私婦人会の招請による、 講演会の後、長崎花の絶景に見せられ、残した歌の記念碑、右も海、左も海の色青く沖の小島に思いは、深し1937年7月、露光橋事件で緊迫する中国との和平工作の特使として、龍介が、この絵踏みまろ首相の依頼で、上海へ派遣されるが失敗、神戸で拘束されて、東京へ送還される。秋子ら一家は、家宅捜索を避け、 立品の別荘に避難した。1944年12月1日、早稲田大学生形学部在学中の長男、香里が学徒出陣し、翌1945年8月11日、所属していた陸軍、鹿児島県串木野市の基地が爆撃を受けて戦死した。去年23、終戦のわずか4日前であった。香里選戦死の知らせを信じず、 後方の知らせを捨てた秋子は涙も出ず、ただただ呆然とした。夜になって一人、庭で同国した。白髪が一気に増えたといい。これは、振動もあったと考えられるが、白髪を嫌がった息子のために染めていたのを、戦死以降をやめたと本人が説明していたとの証言もあり、真相は定かではない。1946年5月に NHK ラジオで、 子供の死の悲しみと平和を訴える気持ちを語ったことをきっかけに、非母の会を結成し、熱心な平和運動家として、支部設立のため全国を安略した。年の半分、家を空けていた時もあるという、会は外国とも連携して、国際非母の会となり、さらに世界連邦運動婦人部へ発展させた。1953年10月、世界連邦婦人部部長としての講演会で、 出本事件以来32年ぶりに、九州、福岡の地を訪れている。1959年の皇太子と平民である、正田道子との結婚に際し、高順皇后、陽人氏新皇妃、節子、信人新皇妃、菊子、梨本逸子、松平信子らと共に激しく反対した。1961年、緑内省で徐々に、両目の視力を失う。 龍介の手厚い介護のもと、娘夫婦に見守られ、歌を読みつつ暮らした、穏やかな晩年であった。1967年2月22日、心臓衰弱のため西池袋の自宅で死去した、81歳没。戒名は、病行維新家白蓮大師。遺骨は、香里と共に、神奈川県相模原市赤老山の県境寺に収められた。観光した著作は太字。 白蓮著作伝記、編纂書小説、擬曲関連リンク、ありがとうございます。